東京横浜首都圏駅の近くに約850室、すぐ始まる都心の暮らし、ウィークリーマンスリーマンション月見のクラブ。室内は便利な生活家電付き、トランク一つでその日から自宅感覚のスペースがすぐにご利用いただけます。お一人様から学生、お年寄りまで対応可能。すぐ始まる都心の暮らし、ウィークリーマンスリーマンション月見のクラブ。ご予約は東京03-5489-8492、ご予約は至急にまで。さあ、例によって三崎口の駅に着きました。今日は社長とどんな出会いになるでしょうか。まあ、いつも通りの感じだと早速と車でということで、今日はもう本当に天気がいいですからね。やっぱりオープンカーかなんかかななんていうような感じが、なんか声が聞こえてる。何ぶつぶつ言ってんのよ。あ、どうも。今日はウォーキングだから。ウォーキング三浦半島一周しようかと思ってさせっかくいい天気だからあの今の嘘ですよねちょっと行ってみますか。え、どこですか。バス来ちゃったからやばいからさ、行こうよ本当に怒られちゃうからえ、本当にウォーキングなんですか。うん、ここからね、はい、今日はね、ちらっとこの間ヒントがあったやつを見に行くから。ヒントヒント車で通ったやん、ヒントヒントうん、マスタングで通ったでしょ、ヒントで。マスタングで通った時どうしただろう、何があっただろう、ここ降りると近いんだよ、ほら。ひょっとしてこの階段を降りると新しいグルメのお店がとか違いますか。これがほら、駅からすぐでこうずーっとさ、はい、あの有名な河津桜、この桜が咲くと、はい、もうなんていうのかな、わざわざここを歩くために来る人がいるんだよ。そうですか、うん、でも本当あの木がちょうどこういう風に交差するっていうか、うん、ですよね。そう、トンネルになるね。えで、これがずっとさ、あの三浦海岸まで続いてるから。ほら、あれを見ろ、あれを見ろ、あれ唐突になんかかっこいい家がないですか。あれ見たことあるよねありますね、うん、これマスタングでここ通った時に、そうそうそう、あんな感じじゃなかったでしょ。まだ外がさ、まだね、塗ってなかったからさ。見てよ、ちょっと行こうよ。え、うん、あれを今日はね、はい、見せたいがために、うん、歩いてきたんだよ。それでウォーキングなんですね。そう歩いて、まあ5、6分じゃないかな。そうですね、うん、歩いて5、6分。河津桜の並木道を通ってくると、うん、通ってくる、すぐ。あれ、ちょっと待ってあるじゃないですか、マスタング本当は、ええ、ね、外交が出来上がったらさ、はい、そこにスポットをマスタングを入れた絵が欲しかったんだ。まあ、この辺から撮ると外交が分からなくてするかもしれないな。あ、なるほど。今撮ってます、撮ってます。この感じですね。社長、側面から見学ですか。そう。見てよ。え？ここの基礎って言うんだけどさ、はい、基礎部分なんか感じない？あの基礎っていうのは。ここから下、色が今違ってるところですよね。下の部分、これから少し埋めちゃうんだけどね、ここ基礎。音もさ、コンクリートじゃないんだよこれ。あ、そうなの。ちょっと触っていいですか。いいよ。あ、本当だ。あ、なんか違うな。これは外断熱。このコンクリートの基礎の外に断熱材が入ってる。はあ。だからね、その
基礎の内側も全部防湿シート引いて全部鉄筋入れて、ベタ基礎にしてあるわけね。強度がすごい強度なわけで、さらに外断熱だから湿気は上がらない、だからあったかい。昔はね、木造の住宅で、ね、うん、外断熱ってできなかったわけ、うん、ところがうちは特殊な技術で外断熱ができる。いいんですか入っちゃう。中をね、はい、もう完成してるから。いらっしゃいませ。あれ、お待ちしておりました。予約してないんですけどいいですか。どうぞどうぞ。いいですか。もちろんどうぞ。すいません、お待ちしてました。お邪魔します。どうぞどうぞどうぞ。ほら、まずはこの玄関の雰囲気が、うん、ここはね、シューズケースになってて、はあはあ、ここから入れるんだろ。いいですか、ちょっと、うん、どうぞどうぞ。あ、このシューズケースありますね、うん、で、こう来て、あ、ここのシューズ置けますね、うん、はい、例えばあのベビーカーだとか、あ、なるほど、ゴルフバッグだとかポンポンのところに収められることができます。だから玄関はお客さんに綺麗にこう使っていただいて、家族はこちらからこう出入りしたりとかして、そうですね、ここに靴がない状態になりますのでね、はい、玄関は家の顔になりますので、ね、あ、隠れることですよね。あ、マシコ君紹介したっけ。してない。してないね。これ南原建築工房の、ね、はい、マネージャーのマシコ君です。どうもお願いします。こちらどうぞ。ちょっとご無沙汰しております。そうですね、あのお掃除して待ってました。すいません、ありがとうございます。で、この床見てよ。これあの神奈川県産材を使っています。杉湯板ですね、うん、神奈川県で採れた木を使うことによって、うん、環境の変化がないから反りとか狂いが少なくて済む。あ、そういうことなんですね。湿気とかね、そういう問題考えるとこいつが、ね、湿気を吸ったり吐いたりするから。床だけではなくて、あの構造区体も全部あの県産材を使ってます。今徐々に靴脱いでるでしょ。どうして分かった。せっかくあれ脱ぎやすい靴でもあるからね。もうね、下がね、全部で3室なんだよ。おー、で、みんな各部屋がこうやってこう、はい、ウォークインクローゼット。あ、これ広いですね、うん、これまたあのこの扉がいいですね。これ無垢なの。これも無材です。あ、そうなんですか。明るい。明るいでしょ、景色。おお、ほら、これ季節になると桜見えるじゃないですか、うん、ね、最高でしょ。 あれね、桜さ、自分で手入れしなくていいんだから。そうですよね、もう手入れはお願いして。そう、神津桜見えちゃう。あ、いいですね。そう考えるとやっぱり、ね、こう2階がね、うん、やっぱりリビングの方がいいなって、うん、で、天井もこうやって見てよ、勾配天井で。社長、ここはこれサンルームみたいになってるんですか。これはそう、サンルームになってて、で、かつほら、あのこれを回すと降りてきます、うん、え、降りてくる。ほら、これで、あ、物干し。あ、これいいですね。そう、特にこれ畑がね、あるでしょ、はいはいはい、いい面はこうやって自然を感じれるけど、ほこりがやっぱりあるでしょ、だから窓開けなくていい。うちの自宅もこのね、作りで外断熱、床暖房になってて、で、もうとにかく窓開けなくていい。あ、そうなんですか、うん、開けたことないよね。開けたこと一回もないよね。そうなんですか。うん、ちょっとキッチンの説明しちゃった。キッチン見てよ。これも床材と一緒だから。あ、そうなんですか。こちらも全部無垢。こちらはまああのフットマンさんのですけども、全部無垢になってます。はあ。これがマントルピースのこの、これがね、なかなか多分ないですね。ちょっとこだわって。だから鍛冶室のね、システムを考えたんだけど、こっからこっち側に行けるんだ、この線が。あ、なるほど、はい、これまた広く取ってありますね、ここね、うん、で、これ難度になってて、ここでアイロンをかけたり、奥さんの別に子供の場合にかけてもいい。そうなんです、ここ頭のいい子供さんができますよ。言われてます、言われてますね。うわ、これ一周できるじゃないですか。そうそう、隠れも OK だ。 OK ですよね。あとお風呂、うん、ここがちょっと 1.25 度でちょっと広いです。でかいよお前。大きいですよ。で、こういう固湯、
あ、硬いんですか。まあ、いいなぁ、入れ替えるかもしれない。これいいっすよね、これいいっすよね。お金に困らない人生設計、不動産投資成功の方程式、その他多くの著書。 CF ネッツの不動産コンサルタントは国際ライセンス CPM 取得者のほか、多くの資格と実績を積んだ経験豊富なスペシャリストです。人生を成功に結びつけるには不動産の戦略的活用が必要です。幅広い分野の専門家が皆様のニーズにお答えいたします。手数料は不動産会社と一緒です。不動産のことなら何でも CF ネッツにお任せください。もうマフラー飛びました。本当にあったかいでしょ。あったかいですよね。でもこれ今暖房入ってないもん。入ってないか。あ、これだけ違うんですね、やっぱり。こんだけ外あんなに寒いのに中こんなあったかいだよ。暖房つけてないよ。これもじゃあもう本当に興味皆さんに持っていただいて、実体験していただいてってことですよね。そうですね。そうがいいね。モデルハウスってさ、すげえ立派なものを作って、あれそのまま建てられないよね。うん、大きさ的にね。これはじゃあモデルハウスも、ね、実際に原寸大でさ、ええ、場合によってこれ売っちゃったっていいんだな。売っちゃってもいいですね。今回はね、うん、まあ、この、ね、展示を来てくれて聞いてくれた方だったら、ええ、家具全部つけちゃうから。家具付き。本当ですか。うん、それで3780万。今もう撮ってますから見本はないですよ。家具付き、うん、あの設備とかこういうの気に入ったんだけど、ええ、やっぱり自分で作りたいなっていう人いるじゃん、ええ、さ、隣もその隣の隣の土地も空いてて、向こうの土地はね、ちょっと待ってください向こうの土地はなんとね、だからここで行くと憲兵用石がいくつだっけ、40の80だったんだよ。ってことは7波56坪の2世帯住宅なんかも、あ、行けますよね。いや、建てられるじゃん。でね、俺やりたいのはさ、はい、1階をバリアフリーにするんだよ、はあはあ、それで高齢者は下に住む、で2階に子供たちが住むじゃん、でだんだん年取ってくるんで下の人たちがいなくなるじゃん、そしたら上の人たちが降りてくるじゃんでそれで自分の子供が上に住むじゃん、ほんとずーっとサイクル、ね、それでね、あのほら全部さ自宅で介護できるみたいな、あーで車2台と思われるんだもん、ね、救急車も大丈夫急に来たわ急に来たわということで行かせていただきたいと思います。非常にシンプルに来ました。そして第65歩健康プランニングは家から、ライフプランニングは岬から。いいけどね、ライフプランニング、まあ、いいんじゃないかそれまあ生活しやすいよね、本当に。そうですね、10年近く住んでるけど、え、今なんかスルーなんですかねこれいいとこと思う、はそれが一番だよ。そういえばなんかあの聞きましたよ、僕噂、なんかベースができたってガレージハウスまあそのうちねお見せしますよコンペキの海、綺麗な空に綺麗な空気、万能リゾート三浦半島最南端城ヶ島遊びが先リゾート、地元の美味しい魚と野菜の懐石料理、そしてバーもあって宿泊もできる、全てが満喫できる城ヶ島遊びが先リゾート。もともと著名人の会員制クラブでスタート、少人数から貸し切りも可能、ご要望お問い合わせはお電話で。皆様のお越しをお待ちしております。